ルバーイアートのイラストレーション、第一は、答えうることあたわず、嘆く海もまたしかりウィリアム・モリスの装飾文字と、エドワード・バン・ジョーンズのイラストレーションによる、ルバーイアートのページ。ルバーイアートは、11世紀ペルシアの詩人、ウマルハイアームの四行詩集の題名。ルバイアートとも、ルバーイアートとは、アラビア語で、四行詩を意味するルーイー、ルバーイ、ルバーイの複数形であるので、 直訳すると、四行詩集という題になる。ルバーイー詞形とはペルシア語詞の形式の一つである。ペルシア語詞は、アラビア語詞の詩形と因律に合うところが大きいが、ハンクとツイクからなり、ハンク二つで一イクとなることを基本とする。これに、各々のハンク及びツイクでの客員や応員によって、様々な詩形が形作られるが、例えば、アラビア語詞の詩形に由来する、 カスイーダッシュ系は、最初のツイクの両方のハンクで同じ客員を作り、二つ目のツイクから最後のツイクまで、後半のハンクは最初のツイクの客員と同じにする。また、マスナビー種系では、最初のツイクでの両方のハンクの客員を同じにし、次のツイクの両方のハンクの客員は別の因を踏み、次のツイクの両方のハンクの客員は別の因を踏む、 という具合に客員をどんどん変えることによって、変化に富んだ因列によって、場合によっては、数万追久に及ぶ長大なしとなる。ペルシア語主独自の死刑であり、フィルダウスイーの王書やニザーミーのゴブ作、14世紀のサーディーのカジュエなどの長大な女児子や神秘主義師などが、マスナビー形式で表されており、13世紀の巧妙な神秘主義史創価で詩人でもあった。 ジャラール・ディン・ルーミーの精神的マスナビーの署名ともなっている。ルバーイー主系の場合もペルシア語詞として独自に発展したもので、4つのハンクからなるが、第1、第2、第4ハンクは同じ客員で応援するが、第3ハンクの客員は応援しなくても良いことになっている。ルバーイー主系は、長大なものが多いペルシア語詞の中で、気象転結を有する簡潔な死系である。 こと特徴としている。簡潔にして、用を得た表現に最も適しており、素朴でありながら、余韻や余剰のこもった表現形式と言える。近世ペルシア語史の講師といえる10世紀のサーマン長宮廷で活躍したルーダキーやダキーキー、シャヒードなどの詩人たちもルバーイ詩ーを残しているが、ルバーイ詩ー系の名手と呼びうる詩人たちが多く排出されるようになるのは、 神秘主義思想が交流する11、12世紀頃になってからである。今日、ルバーイアートといえば、ウマルハイアームのものが想起されるが、ルバーイ主系の彼の先達としては、11世紀にコランサーンで活躍したアブーサイードブン・アブルハイル、同じくハマダーンのバーバー・ターヒルル・ヤーン、12世紀後半のヘラート出身のアブドゥラフ・アンサーリーなどがいる。彼らは共通して、 当時交流していたスーフィズム思想の精水をルバーイー主系に託し、スーフィズム思想を民衆にも親しみやすく伝えたことであろう。アンサーリーなどは左重大の三文作品、祈祷の書の著者としても有名であり、後代はでもスーフィーとしても詩人として巧妙であった一人であった。ウマルハイアームが存命していた時代のルバーイーは、アンサーリーに代表される、 通り基本的にスーフィズム的主張の濃いものが大半を占めていた。世の無常感や飲酒への賛美、時には神へのアイロニカルな心情を吐露する、ウマルハイアームのルバーイーは、当時のルバーイーの傾向からすると、やや得意な位置づけにあるものと言える。そのため、彼よりも、ジャラール・ティーン・ルーミーなどに代表されように酒による、名帝を、スーフィズム的な陶水境用になぞらえたり、 恋人同士が互いを求める心情を、スーフィズム的な神への潜意的な求道に例えることが、スーフィズム的な神秘主義史のセオリーとなっていったように、ウマルハイアームのルバーイーでの文言もスーフィズム的なものを含意しているのではないかという解釈も生まれた。ルバーイー、形式のハンクに用いられる超音と単音の因律は、以下の四つが用いられる。1、悠々々々、2悠々。 ゆう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 3ゆうゆう、ゆうゆう4ゆうゆう、うまるハイアームのルバーイアートは3ゆうゆう、ゆうゆうが好まれた。四行刺集を表したものは、数あれど、今日、近現代の西欧でのうまるハイアームの認知度の、高さの影響によって、一般には、ルバーイアートといえば、うまるハイアームの刺集を指す言葉として用いられる。この詩集は、ウマルの死後公表されたが、それまで彼は、 詩人としてはほとんど知られていなかったという。しかし、数学、天文学、史学など数々の分野における多くの偉業を残した学者としては著名であった。19世紀イギリスの詩人、エドワード・フィッツ・ジェラルドによる英語訳で一役名が知れるようになった。その英訳版は近代イギリス文学に大きな影響を与えた。岩波版の役者、小川良作は解説で、 ペルシアのレオナルド・ダ・ヴィンチと評している。最初の日本語版は、エドワード・フィッツ・ジェラルドの英訳版から、カンバラ・アリア家が訳し、ハルドリ州に収録。森両役で多く知られるようになった。以下の役所一覧は近年観光のみ。ありがとうございます。